はい、皆さんハペミルキーです。今日のジャンク品はこちら、 PC 用のねゲーミングモニターになります。 LG 製の27インチでリフレッシュレートがなんと 240Hz っていう、そういうゲーミングモニターですね。まあフル HD なんですけどね、フル HD で 240Hz っていうところですね。ここはすごい汚かったんですよ。茶色いのがビシーッとなんかこびりついてたんで、ちょっと触るの嫌だったんで先に拭いちゃいました。ちょっと跡残ってるかな。ゲーミングモニターっていうぐらいなんで、背面もね結構ゲーミングモニターっぽくこう赤く縁取られてたり、まあ、USB 端子がついてたりってね、結構豪華なモニターだと思います。でジャンク症状なんだけども、突然画面が消えたっていうことだけは書かれてました。なので一回ね安定化電源につなげてあるんで、チェックしていきたいと思います。スイッチオン、動かないかな。スイッチオン、お、電圧上がりましたね。あ、電圧や電流上がりましたね。 1.5A まで上がったんで、ショートしてるわけではないですね中で。ただログは出てこないので、何かしらダメなんでしょうね。 HDMI も一応つないでますけども映っては来ないです。で画面の方は特に割れとかはないので、うまくいけば直せるかなっていうところですね。はい、では分解してね、異常ないか確認していきたいと思います。よし、入った。これでいけるかな。はい、取れました。はい、じゃあ回路の方見ていきましょうか。こっからかな、この回路見ていきましょうか。取れた。あ、取れた取れた。うわー、わかんねー。どっか焦げてるとこないか見てみましょうか。特におかしそうなところないですね。この基板じゃないのかな。ちょっと液晶側も見てみましょうか。はい、ちょっとここね、これ剥がしてみました。でおかしいところがないか今見ようとしてるんですが、特にここおかしくないですね。この接触不良だけだったらラッキーなんですけどね、ここのね、まあ、そういうケースもありますから、一回ちょっと組み立て直してもう一回電源入れてみるっていうのもありですね。ちょっとやってみましょうか。なんかコイル泣きしてんな。ダメですね。はい、ではここら辺でねコイル泣きしてたと思うんで、ここら辺ちょっと見ていきたいと思います。電源入れてねサーマルカメラでチェックしていきます。電源オン。あ、来たな。ここだな。どこだ、これか。ちょっとモスフェットっぽいやつですね。120度ぐらいまで行っちゃってるんで、ここちょっとこのモスフェットおかしいですね。今発熱してたのがねこのモスフェットになります。モスフェットなのか何なのか分かんないんだけどね、このモスフェットが壊れてるのか、どうもこのモスフェットこいつにつながってるみたいなので、これが壊れて発熱してるのかどっちかだと思うんですけども、ちょっと調べてみますね。はい、ちょっと調べてきました。こいつモスフェットらしきもの、これ 12G43 って書いてあるんですけども、これ検索しても引っかかんないんですよね。でおそらくですけども P5002CMG っていうね N チャンネルモスフェットじゃないかと思っています。はい、あとねこの AUO って書いてあるやつなんですけども、これが P30319 ということで DC-DC コンバーターですね。こいつねデータシートがネットに出てないので、こいつがね特定できなかったんですよ。まあ多分 N チャンネルモスフェットだと思います。でどっちかが壊れてそうなんで、こいつを一回外して
こいつを検査してみたいと思います。こいつ壊れてるのかどうか。まあこいつ壊れてなかったら、まあこいつが壊れてるってことですよね。でこいつ壊れてたら、まあこいつも壊れてるかもしれないんで、両方オーダーするっていう感じですね。ではヒートガンで取り外してっちゃおうと思います。ちょこっとフラックス置いときます。410度。はい、取れました。通電しちゃってますね。ソースとドレインがショートしちゃってるんで、もうこのモスフェット壊れてますね。はい、ということでこのモスフェットね、ちょっとオーダーしておこうかと思います。はい、ではモスフェットね、新しいのが届いたのでこいつをつけていこうと思います。はい、ではまずフラックスですね。はい、410度ですね。で温めていきます。ついたね。ちょっと新品なんでね、ハンダ足しておきます。はい、これでいいでしょう。はい、では組み付けていきます。はい、HDMI とね、電源端子はつないであるんで、あとでスイッチを押せばね、電源が入るっていう形ですね。はい、スイッチオン。どうでしょうね。やった。よし、OK。結構綺麗だね、画面が鮮やか。いいんじゃない、この全然色褪せてないしね。うん、今あのパソコンの関係でね、 60Hz にはなってますけども、まあ、240Hz まで上げられますんで、ゲームとかね、そんなので活躍してもらおうかなと思っております。はい、というわけでこの動画はジャンク修理、あと DIY とかね、そういうのを中心に動画にしています。もし面白いよって思われたらグッドボタン、それとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは本日は